はい、皆さん、こんばんは。本日もヒーリングライフスタイルセミナーにご参加いただきありがとうございます。ブレイントレーナーの高橋美希子です。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、今日も続けて、前回からの、続けて、一生太らない体になる方法をお伝えしていきます。そして今日は座り方編。前回は椅子の座り方を行いましたが、今日はそれよりももっと力がいる下に座る座り方を行っていきますので、もし皆さん、視聴しながら下に座れる方は下に座っていただいて、あとは椅子でもちょっと同じようにはできますので、ご準備よろしくお願いします。はい。では早速、座り方を行っていきたいんですが、まずはこの太らない体に関してちょっとお話ししていきたいと思います。はい。前にも一度お話ししたんですが、この太らない体を作っていくことと、痩せる体を作って痩せることは、ちょっと同じようにも聞こえるんですが、実は違うんですね。はい。太らない体を目指し、このセミナーでは、痩せることではなく、太らない体、今ここから太らない体を目指していきたいと思います。その後に必ず痩せることもついてきます。はい。40代以降の特に女性ですね。女性は、この40代、50代、それから60代にかけては、非常に、筋肉量が、体の変化が起きて、閉経に向かって体が変化していきますので、ホルモンバランスが変わったりとか、崩れやすくなったりとか、特にエストロゲンという女性ホルモンが、排出量が減って、実はこの筋肉や、あとは血管や骨もそうなんですが、弱くなりやすい時期なんです。みんな同じようにそういった時期を迎えるんですね。その時に年齢だからと言って諦めてしまうのではなく、このターニングポイント、この変化する時、その時がちょっと太りやすくなる。この状態をどのように変えていくかがとても大切なんですね。症状として、この筋肉量が減ることの状態として症状が太りやすくなったりとか、あとは更年期の症状だったり、高血圧などもそうですね。特に高血圧は足の筋力が弱くなると血圧が上がりやすくなっているんです。はい。この状態を、今その症状として本当に多いのが、カウンセリングなどでお話をお聞きして、丸をつける場所があるんですが、太りやすくなるというのは、8割の女性の方がチェックするポイントなんですね。人から見るとそんなにわからないんですけど、自分自身の中で今までよりも同じ量を食べているのに太るとか、お腹周りが全然変わってきたとか、そういうお悩みをお持ちの方、とても多いです。なので、あえてこの、セミナーのタイトルは、一生太らない体になる方法としているんですが、実はその一生太らない体イコール私たちの健康な体のことを言います。逆に、太りやすくなっている状態というのは、病気ではないんですが、健康とは言えない未病の状態だと言えるんですね。健康な体というのはどういった状態かというと、循環というものがあります。体の中でよく巡りがよく循環して代謝がいい状態が健康な体になります。それが循環するものは血液だったりとか、リンパ液、あとは目には見えないものですが、私たちの元気とかやる気とか、この気エネルギーの循環というのが必要になってきます。それに深く関わっているのがこの筋肉なんですね。血液を全身に巡らせる働きというのは、心筋といって、心臓の筋肉、内臓にも筋肉がありますので、その心筋によって、心筋のこの筋ポンプ、このドクドクドクという動きですね。その動きで全身に血液が送られて、隅々まで酸素が回ると細胞が常に生まれ変わって、健康な体や健康な皮膚もそうですよね。そのような状態が保たれるんですね。
で、その心臓から送られて、そして逆に心臓に戻す働き、動脈に乗って全身に巡らせますが、心臓に静脈を通って戻す働きが必要なんですけど、それが心筋の働きではなくて、実はこの私たちの体の筋肉の収縮によって静脈の流れが良くなるんですね。なので足の筋肉が弱くなってくると戻す力が弱くなるので、心臓がさらにこう送らなくてはいけないと、心拍数がこう上がったりする状態になります。この筋肉をしっかりと維持していくことがとても大切に、私たちの健康な体、そして太らない体にとってとても大切になるんですが、その筋肉を鍛えていくのはもちろん運動ですよね。運動をして筋肉の収縮が起きることで筋肉が強くなっていくんですけど、今日行っていくのはですね、運動のする前の状態、今まで行ってきた立ち姿勢とか椅子に座る状態もそうなんですが、基本的なその立ち姿勢、座り姿勢をしっかり行っていかないと、もちろん筋トレとかウォーキングとかもそうですけど、運動することは立って行うか座って行うか、あとは寝て行う動作になりますね。はい。その座る、しっかりと座る筋肉が使えていないと、いろんな運動をしても正しく筋肉が動かないので、実は腹筋をもし100回、まあ、100回は多いですけど、まあ、毎日20回ぐらいずつ行って、1週間ぐらいやったとしても、なんかこう筋肉がついた感じがしなかったりとか、効果が感じられない経験されたことある方っていると思うんですけど、それがどうしてなのかというと、腹筋をする前の座り姿勢が正しい場所が使えていないと、この関節の動きがなくなるので、筋肉の伸び縮みというのが少ないんですね。筋肉をつけるために、本当に筋肉をその場所につけていくためには、筋繊維がこう伸び縮みして、筋繊維が一度切れないと筋肉が強くなりません。なんですけど、座り姿勢が間違っていて、間違えた筋肉の使い方をしてしまうと、伸び縮みではなくて、このぐーっとこう緊張、この場でぐーっとこう力を入れて使うような状態になってしまうんですね。はい。だから腹筋をするとお腹が痛くなるよりも、こうちょっと首が痛くなったりとか、違う場所が痛くなるというのは、ちょっと危ん、あのやり方が間違っている状態なので、気をつけないといけませんね。はい。で、なので、このセミナーでは、まずは立ち姿勢や座り姿勢をしっかりと行っていきたいと思います。はい。あとはですね、太る原因としてもう一つが、先ほどもお伝えしたように、食べる量は一緒なのに太らない、太っていくというお話もものすごく聞くんですね。それって本当なの？って思うところもあるんですけれども、本当だと思うんですよ。食べてる量は増えていないんですけど、この筋肉量が落ちていることで代謝が落ちてきたりとか、この循環が少なくなったり、あとは消化吸収、この筋肉が落ちてくると内臓の筋肉も弱ってきますので、消化吸収が弱くなったりすることが原因で、することと、あとは知らず知らずにですね、これも気をつけないといけないのが、筋肉量が落ちてくると、一日の活動量が自分では意識できていなくても、だんだんとこう減ってくるんですよ。はい。先日ある方からお話聞いてて、ああ、そういう状態なんだなと思ったんですけれども、家事をする中で、以前だと食事を作るときに、食事を作って、食事を食べて、そして片付けまでがその一連の流れで、いっぺんにできていたのが、最近悩みなのが、この一度座って食事をとると、この片付けまでする元気がないと。はい。
そうなんですね。なので、こう、後でいっかとか、明日でいっかってなると、今まで同じ1時間の中でも、少しずつ微妙に活動する、体を動かす量とか、あと、やる気とか元気、よしというこの、お腹の力ですね、やるぞっていう力が減ってきたりするので、それがだんだんとですね、積み重なって、それも太りやすい原因になってくるんですよ。はい。なので、いろんな意味で、この筋肉をしっかりと、この減ってしまう時期につけていくことが大切なんですが、やみくもに運動をしてつけるのではなくて、先ほどからお伝えしているように、使うべきところをまず使っていきたいと思います。はい。では、早速、座り姿勢のポイントに入っていきたいと思うんですが、まず最初に、座る、正しい、しっかりとこう代謝を上げる、痩せやすい体になるために、行っていく座り方のポイントが、立ち姿勢など、あと前回も行ってきたんですが、足をしっかりと使うことでした。座っている時も足を使うんですね。立ち姿勢はもちろん足を使うのが当たり前なんですけれども、座っている時に足を使ったら結局立つんじゃないのっていう イメージもあるんですが、そうではなくて、これからちょっと行っていきたいと思います。はい。そして皆さんにここで一つ質問なんですが、足の筋肉はどこにあると思いますか？足の筋肉はどこでしょうか？はい。はっていう感じですよね。足の筋肉なんだから足についてるんだと思うんですけど、それももちろんそうです。足についてる筋肉も足な、そうなんですが、今日行っていく足を使っていく筋肉が、こちら。これをね、見ていただくのが一番わかりやすいかなと思って、1枚 PPT を用意しました。はい、見えますでしょうか？こちらです。はい、腸腰筋と言って、この筋肉名を覚える必要はないんですが、場所で言うと、この体幹と言われる場所ですね。はい、特に今日行っていくのは、この下っ腹の力なんですよ。はい、足を使っていくのは、実はお腹の筋肉なんですね。ついている場所をチェックすると、この背骨と、大切なのがこの股関節を結んでいるのが、この大腰筋とか小腰筋とか名前ついてますけれども、この背骨を立てる力にもなるんですね。はい。そして足を使うときは、実はこのお腹の力で引き上げるように股関節を動かしていくことが大切です。年とともに、このお腹の力が弱くなって、股関節が硬くなっていくんですよね。はい。この大腰筋が、腸腰筋がしっかり使えて、股関節の動きが良くなることで、それに付随するこの大きな太ももの筋肉だったりとか、この膝裏の筋肉が、足の筋肉がよく使えるようになりますので、この根っこになるお腹の力をしっかりと、立つ時も座る時も使っていくことが大切です。なんとなくね、今日ここを使っていくんだというのを意識してみてください。はい。それでは、まず最初に、ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。